こんにちは。今回はニッティングバードさんの東京店で購入したものを紹介していきます。ニッティングバードさんは大阪に拠点を置いてオンラインで糸を販売したり期間限定で実店舗をオープンしたりしているお店で、これまでねなかなか手に取って見る機会がなかったんですけど、この度東京にお店を作られたんですよね。今この動画を撮っている現在ではまだプレオープン中で、お店を見るには予約が必要でした。なので行ってみたい方はニッティングバードさんのサイトや SNS 等で情報を見てみてください。そして今回実店舗ができた場所っていうのが港区南青山で、外苑前駅から徒歩1分ほどにあります。で、南青山なのでアミリスさんも徒歩圏内にあって、毛糸屋さんをねはしごするのにもいい場所にできて嬉しいですね。今回私はプレオープン2日目に行きました。本当はね最初の早い時間に行きたかったんですけど、予約を取る時すでに埋まっていて、でなんとか2日目に滑り込み予約できました。はい。で店内に置いて販売されているものはニッティングバードさんのオリジナル糸だったり、工業紙を引き揃えてある一期一会糸っていうのと、いちごいちエイトでも靴下専用に引き揃えたものだったり、あといちごいちエイトを小巻きにしてアソートパックにしたものとか、引き揃えてない1本の状態そのままの状態の工業紙もありました。工業紙はすでに少なめの巻きになった一律660円のものと、あと工業紙1本のものは量り売りもしています。量り売りは 30g を最小単位として 10g 刻みで購入することができます。何 g くださいっていうと、お店の方がその場でコーンに機械でね巻いてくれました。はい。でちょっとね前置きが長くなってしまったんですが、皆さん購入したいと早く見たいですよね。なので紹介していきます。で今回ね欲望のままに糸を選んで買ってきました。お買い物中ねお店の方がこれ使ってくださいどうぞってお買い物バッグをね渡してくださったんですけど、私はそれ一つでは足りなくて2つ使ってパンパンに買ってきました。で持ってきたバッグにね買ってから詰めたんですけど、お店の方がね手伝ってくださって詰めたんですけど、もうバッグからはみ出てしまって持つのがね大変だったので、急遽ね近くの成城石があったのでそこでエコバッグを買って詰め替えました。でいっぱい買ったのはじゃーん、こちらです。これが成城石井で買ったエコバッグです。これにねこんな風に詰めてあります。でこれだけではなくてあと一つ、じゃん、これも買いました。これはちょっとここに入れるとはみ出たので、元から持ってきたバッグにこれだけ詰めて糸をたくさんで帰ってきました。はい。でまずこれ見えちゃったので先に紹介しておきます。まず一つ目がこちらです。これは品質がウール、アクリル、ナイロン、その他と書いてあって、で1コーンで 500g の約1430円です。これが工業紙を引き揃えた一期一会糸というやつで、これ 500g 巻きのコーンとあともう少し少なめのコーンもありました。これは着分ウェアを編めるぐらいが欲しいなと思って 500g をとりあえず買ったんですけど、こんな感じでピンクがね一番主張している引き揃えなんですけど、5本引き揃えてあって
ピンクの糸とあと白とサーモン色っていう感じの糸とこれが黒にピンクのブークレヤーみたいな感じのが寄り合わさっている糸です。でこれはウェアを編もうかなと思っています。引き揃えの糸自体がちょっと主張が強いというか、なので模様編みをしたら多分目立たないと思うのでシンプルな編み地で使おうかなと思っています。はい、まず一つ目でした。この中にねいっぱい詰まってるんですけど、一旦全部出してみます。はい、こんな感じで今数えたらこれで15コーンありました。でこれね最初に紹介したのを入れると16コーン購入しました。で先にちょっとこのふわふわしたのを紹介したい。これは量り売りで購入しました。 100g ずつ買ってきました。素材がポリエステルとナイロンで 100g で1540円。白と紫を買ったんですけど他の色もありました。これすごいふわふわしていて柔らかくてチクチク感が全然ない糸です。キラキラしていてとても可愛い糸になっています。1本で見るとこんな感じの糸になっています。モケモケしたのが分かりますかね。こんな感じの可愛い糸です。これは1本で編んでもいいと思うし2本3本とかで編んでもいいし、この2色をね一緒に引き揃えて編んでもいいなとか思って、あとはね別の糸と引き揃えたりとかしたら面白い表情の編み地になりそうだなと思ってちょっと編んでみたくて買ってみました。であと残りのものは1コーン660円のものを全て買いました。で全く同じ糸を買ったものもあって、これとかこの2本は同じ糸で、これも2本同じ、これも同じです。あ違うわ、1コーン660円のもあるけどこれだけニッティングバードさんのオリジナルの糸を買いました。まずこれから紹介します。この糸はニッティングバードさんのオリジナルの糸でいつもという糸です。シルクモヘアでモヘア 60% エクストラベビーキットモヘアシルクが 40% です。これ一巻きで 20g で約 240m です。で値段が書いてないんですけど確か990円でした。このシルクモヘアも量り売りもしてました。私はこのすでに 20g に巻かれたものを選んで買ったんですけど、もっとね大きいグラム数で量り売りで買うこともできました。でこのシルクモヘアはカラーが豊富でちょっとピンクが気になったので買ってみました。でこれが編みたいものがあって2つ前にね紹介したアメリスさんでの購入品で買ったトラベルっていうパターンブックに載っているショールを編みたいなと思っているんですけど、そのショールがアメリスさんのオリジナル糸のフラッターという糸を使っているんですね。でフラッターっていう糸はモヘア系の糸なんですけど割と太めの糸なんですよね。でこのシルクモヘアをそれで代用できないかなって思っていて、でもねこのシルクモヘアはフラッターより全然細い糸なのでこのシルクモヘアだけで 2,3 本で引き揃えるか他の似たような色の別のねもっと太い糸と引き揃えて編むかとかちょっと試し編みをしてスワッチを編んでみてからそのね
トラベルに乗っているショールを編みたいなと思って、とりあえず 20g 買いました。はい。そしてあとは660円の巻きのものだけですね。まず同じ2本買ったものから紹介します。はい、こちらです。白のモケモケした糸を選びました。これは品質がモヘア、アクリル、ナイロンで一巻き約 40g の 250m です。これはね、すっごい毛足が長いモヘアで、割とアクリルとかナイロン感が強くて、ちょっとねガサつきはあります。モヘアの毛足のね長い柔らかさもあるんですけど、チクチクはしそうだなっていう感じですね。こんな感じです。毛足が長めです。これ編み地になったらすっごいモケモケっとしそうで、絶対可愛い編み地になりそう。そうで、今回買ったこれらは特にね編むものは決まっていません。なのにね、すごいいっぱい買ってしまいました。はい、これが2つ買いました。そしてこちらも2つ同じものを買ったんですけど、これは素材がウール、アクリル、ナイロンで1コーン約 60g の 740m です。こんな感じの糸です。黒と茶色が寄ってあって、黒い方は毛足が出てないので普通の糸で、茶色の方がモケモケっとして、多分これがウールなのかな。で、黒い方がアクリルとかナイロンの素材かなって思います。はい、これも結構細い、2本とか3本とか太くして編んでもいいし、引き揃えてもいいし、こういうのと引き揃えてもいいし、でこれは 740m 1つあるので、かける2で 1480m なので、別の糸と引き揃えたら着分は十分にある長さで、なので2つ買いました。はい。そして次がじゃん、こちらです。この糸は品質がウールナイロン、約 70g の 385m です。フィンガリングよりは少し細いかなっていう太さなんですけど、でもウールとナイロンなので、これ靴下編みもいけるんじゃないかなって思っています。で、工業紙なのでね、洗いにかけたらふんわりしそうで、水色なんですけどちょっとくすんだ色になっていて、派手すぎなくて、これ好みの水色だったので選びました。はい。そして次は、次も水色の糸を紹介します。これは品質がウール、アクリル、その他と書いてあって、一巻き約 70g の 300m です。これはブークレヤーンになっています。はい、こんな感じでくるくるっとした糸です。この水色もすごい綺麗な色で、春の青空の色だなって思いました。春のね、澄んだ雲一つない青空っぽい色だなと思って、すごい綺麗なんですよね。これくるくるしたのがとても可愛くて、これもね編むのが楽しみです。はい。そして次はこれにしようかな。こんなね、ちょっと面白い糸も買ってみました。これは素材がポリエステルとナイロンで 20g の 1800m です。かなり細い糸になっています。これだけね、このネットがついていて、これコーン巻きで見たら、このね糸がびっしりなっているので、すごいね銀色でギラギラした感じなんですけど、1本にしたらこのね細いので、他の糸とね引き揃えたら
ほんのりキラキラする編み地になりそうだなと思って、こんな感じでね引き揃えたらそんなに主張もないし、ちょっと糸がキラキラして編み地がキラキラしてシンプルな編み地とかでもちょっとアクセントを加えるのに役立つかなって思って買ってみました。こういうねなんか面白い糸も工業紙ならではだなと思って、はい、選んでみました。あ、落ちた。じゃん、これもモヘア系のものを選びました。品質がモヘアウールナイロンで約 40g の 460m です。なんかこの茶色ビーバーを思い出しました。ビーバー色の茶色です。はい、こんな感じで1本で見ると結構細いです。これもね引き揃えて使いたいなと思っています。そして次がじゃん、こちらです。これは真っ赤な糸です。すごい綺麗な赤です。品質がウール04ナイロンカシミヤで約 60g の 480m です。これはカシミヤも入っているので洗いにかけたらすごい柔らかくて気持ちいい編み地になりそうです。1本で見るとこんな感じです。赤と白の組み合わせが好きなので白いね糸と合わせて編みたいなと思ってとりあえず赤い糸も買っておきました。そして次がじゃん、やっぱりねピンクの糸はあると選んでしまいます。はい、この糸はウール 100% で約 60g の 300m です。ウール 100% でこれも洗いにかけたらふんわりしそうですね。同じ糸が2本ねなんか引き揃えてあるみたいな感じになっています。軽く寄り合わさっているんですけどでも簡単に2本に分けることができる、それくらいの寄り合わせ方になっています。はい、次が最後になります。じゃーん、またピンクの糸です。これはウール 80% にナイロン 20% です。で約 70g の 350m。 これもフィンガリングよりは少し細いかなっていう太さだと思うんですけど、ウールとナイロン、しかもこの混合率ちょうど靴下編みに良さそうな糸です。こんな感じです。1個前のと比べるとこっちの方がちょっと濃い、こっちの方がちょっと薄いっていう感じで、でもね比べると似た雰囲気なのでこれ同じ作品で2つね一緒に使っても面白いかなと思って、でこれが最後でした。好きな色を選んだからこういう組み合わせとかこれと組み合わせても可愛いし、あとこういう茶色とかもピンクと合わせてもいいし水色と合わせてもいいし、あと赤ピンクとかも可愛いし、ここにこれ入れてもありかなっていう感じだし、あと茶色とねピンクの組み合わせも好きなのでこれもありだし、このねブークレヤーンとピンクとか水色同士で合わせるのとか茶色と合わせるのとか、あ、かわいいなんか自分の好きな色だけね選んだのでこの中でね組み合わせを考えるのも楽しいので、はい、これは今後頑張って作品にしていきます。なるべくオリジナル作品に使いたいなとは思っているんですけど、これとか引き揃え用に着分買ったので何かパターンを買った時とか着分必要な時に使ったりとかしようかなと思っています。はい、そんな感じです。
これもね、いただきました。レジでね、会計した時に最後にお茶をね、くださるっていうことで、これとあともう一種類、ここイラスト違いのものがあって、玉露か和紅茶か選べるっていうので、私はこっちの和紅茶にしました。はい、このね、パッケージのイラストも素敵で、これ開けちゃうのがちょっともったいないんですけど、編み物のね、お供に飲もうかなと思います。これは京都宇治田原さんの京和紅茶です。すっきりとした甘みのある紅茶ですって書いてあります。あ、水出しもできるみたいなので、今ね、夏で暑いから水出しで飲みたいなと思います。これも飲むのが楽しみです。はい、そんな感じでニッティングバードさん、すっごい楽しくて、お店の方もね、優しくて、素材についてとか聞いたら詳しく教えてくださるし、すっごいね、良かったです。あと一つプチ情報なんですけど、私が依頼されて編んだね、リース状のオブジェみたいのが展示してあるので、それもね、ちょっと行った方は見てみてください。で、私が行った時にはね、まだそのオブジェ飾ってなかったので見れなかったんですけど、多分今プレオープン中とか、本格オープンしてから展示してあるのかはちょっとわかんないんですけど、ね、かぎ針で三角形の形をね、編むのをデザインされた方に依頼されてたくさん編んで、それをそのデザインした方がつなげるのはその方がやったんですけど、それをね、編むのは私がやったので、ぜひそれもちょっと見てみてほしいです。はい、そんな感じでニッティングバードさんでいろいろたくさん買ってきました。はい、ではでは、今回の動画はここまでにします。ここまで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録や高評価ボタンもよろしければ押してくださると励みになるので、よろしくお願いします。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。